台中市は台湾中部に位置する中華民国の直轄市。2010年12月25日、台湾省が管轄する台中県と台中省轄市が合併して新たに台中直轄市となった。台湾屈指の工業都市として急速に発展を遂げ、2017年に人口が台湾第二位になった。2020年3月時点で、 の人口は2816,667人。旧名は、大で、日本統治時代に、台中という名称が作り出された。当時、静かで綺麗であるため、台中は、台湾の京都と言われていた。台中市は、台湾三大産業地区の一つ、中部科学工業園区を要している。台中市は、台湾中西部に広がる台中盆地に位置し、 周囲を山地に囲まれているため、台風による直接的な被害を受けにくい。八景台地から望む台中盆地、欠片の気候区分では、温帯化う気候に属する。台中市の起源は1705年、海洋市に駐留していた台湾北楼栄産、昭和離国により離島天一帯が水資源に恵まれた肥沃な土地であることから開墾が開始されたことに遡る。 1887年、台中市は、四角をしのいで、台湾の行政中心地となり、1890年には、流命殿により当時の東大以外を中心に、観光庁を中心に、都市計画が立案され、近代都市としての発展のスタートとなった。日本統治時代には、新代のインフラ遺産を継承し、鉄道や海運の整備により、周辺地域との交流を発展させるとともに、 市内でも五番路目上の道路整備を推進し政治のみならず台湾中部の経済文化の中心地としての近代都市の地位を獲得し現在に至っている。1950年には台中県と昇華市が台中、昇華、南投げの3県に分割され2010年に台中県と台中市を合併し現在の台中市となった市長、編集歴代市長詳細は 台中市長を、参照民選省活市長、民選直轄市長姉妹都市、編集有効都市、編集パートナー都市その他、アウコルーよる市商科銀行、創業営業部台湾、大道二段と五県路交差点から、台湾大道三段、七期再開発区にかけての地域は、台中最大のオフィス街として、企業の本社。他に、分身路 M 線、中清寺の一部、 国立美術館、草子道付近などもオフィス街となっている。百貨店や、専門店、商業ビル、商店街、夜市が多数立地している。商業地は、台湾大道2段から、台湾大道3段沿線、分身路沿線、大中一中地域、阿光夜一地域、公益路沿線、大鉄大中駅付近、天津路服装商店街、北平路2段から、 北平路三段沿線などが挙げられる現在、7期再開発区は台湾中部最大の高級住宅街となっている2000年から区内に高層マンションなど次々建てられ、現在の住宅と土地価格は台湾の中で台北都心地区以外の地区では一番高くなっている。他に8期、12期再開発区などの地域が台中の高級住宅街となっている台中市に、 本社のある、銀行国立大中教育大学国立私立、国立科技大学私立科技大学高級中学以下の、教育機関は、株行政区域の項目を参照大中、空港台湾高、鉄大中駅大鉄大中駅大中派や、運慶各路線図台湾大道三段大中、港西部幹線を構成する山線を中心に、大鉄大中線、海岸線、聖遂線により、 台湾西部の主要都市と連絡されている。旧台中駅は日本統治時,時代1917年に建設されたヨーロッパ様式で国定戸籍に指定されている。また、台湾高速鉄道により高鉄台中駅が設置されている台中市バス路線一覧を参照台中のバスは台中志向車と呼ばれ数社のバス会社による共同運行。路線はべて距離による 重量性である国道、編集小道、編集快速道路一般衝動指導、編集対中インターコンチネンタル野球場、宮原眼科対中市のプロスポーツのチーム、ありがとうございます。